なんか御用でもと源太、足跡の詮索が足りなかったよ。なるほど。池田大輔と源太は勘のいい仙太郎を四つん這いにさせて穴の内外分けても掘り上げた泥の中から変わった足跡を探させました。女の足跡らしいぜ。仙太郎が指さしたのは明らかに裸足のままの女の足跡が2つ3つ、形はひどく崩れておりますが、その可愛らしさや小ささから見ても大女のおろくや乙女のではなくて、小柄で軽快な感じのする妹おくみの足跡であることは疑いもなさそうです。もう一つ穴の上の材木が1本浮いておりますね。源太はそれに気がつきました。穴の上に並べた5、6本の材木のうち1本だけはひどく動いて、その上にだけ大谷石は端っこも乗ってはいなかったのでした。いろいろ分かってきたようだな。池田大輔の顔は次第に明るくなってくるようですが、あの娘を責めてみましょうか。裸足の足跡は穏やかじゃありませんね。源太が持ち前のたくましい猟犬の本能で母屋へ飛び込んでおくみをどうかしようとするのを大輔は静かに止めました。まだ早い。あの娘が4、50貫もある大石を動かせるわけはない。じゃあ、まあいい。神明町へ行ってみるのだ。あの雲井流斎とかいう駅舎は何か知っているに違いない。道順だから雲井流斎が占いをやって金を掘り出したという亀沢町の伊勢屋と槍屋町の蔦屋へ寄って本当か嘘かを聞いていきたい。30軒堀から亀沢町と槍屋町に寄り道をして神明町の雲井流斎のところへ行くと、まず威勢の良い源太をそのまま玄関に飛び込ませました。流斎というやまし野郎がいるか。ええ、御用の筋がある。これへ出ろと言え。腰を抜かした青書生の後ろから冠羽ひげの雲井流斎威風堂々と姿を現します。なんじゃな、わしに用というのは。おめえが流星か。でたらめな占いなどをやるから30軒堀の玉井屋で人一人殺されたじゃねえか。でたらめ？とんでもない。私の毛の表にちゃんと出たから。嘘をつきやがれ。亀沢町の伊勢屋じゃ主人が死んだ後で金を隠した番頭に口を開けさせるための細工におめえを使ったというし、槍屋町の蔦屋じゃ小判はおろかビタ線1枚出ないんで、おめえが自腹で小粒を4つ5つ巻き、それで毛が当たったことにしてごまかしたそうじゃねえか。それはお上ではそこまで調べが届いているんだ。はごまごしやがると泡を打って引き立てるぞ。そんな大嘘を吐きやがると軽くて追放、重くて島流しだ。でも玉井屋では現に私が引き上げてから小判が出たそうじゃありませんか。誰かが投げ込んだのさ。埋蔵金が土の中からバラで出てくるものか。え？さあまっすぐに白状しろ。誰があんな細工をしたんだ。申しますよ。申しますとも。正直のところ私は何にも知りやしません。玉井屋の番頭の歌吉さんに頼まれてともかく出かけて行って3日3晩祈り続けると。変な占いだな。すると天雷の声がありました。なんだいその天雷の声というのは。土蔵の乾の角、土台下を10尺も掘れと、こう教えたものがあります。誰がそんなことを教えたんだ。それはその天雷の。馬鹿にするな。言わなきゃ仕方がねえ。源太はもう袖から出した鳥縄をしごいておりました。申しますよ。言いますとも。いやよろしいでしょう。いや誰だ。そう教えてくれたのは若旦那の伊三郎さんだから、私も借用してしまいました。それは本当か。嘘をつくと承知しねえぞ。嘘を言いたいくらいですよ。これを言うと私の信用が不意になってしまいます。お願いだから内緒にしてくださいよ親分。雲井流斎は手などを合わせております。第6章。池田大輔は源太と仙太郎を連れてそこからまた30軒堀まで引き返しました。今度は何をやりましょう、池田様。植木屋の久吉に会ってみたい。それは至って簡単でした。場所柄植木屋の数も少なく、その男ならと顔見知りの源太が案内してくれました。親分方なんかご用で。小引町の裏、中老人の久吉は、源太の物々しい様子に肝を潰しております。池田様がお尋ねしたいことがあるそうだ。正直に話してくれ。それはもう他でもない。小判などを大地の下に隠すのは大概一尺か二尺とか素人でも掘れる浅いところに埋めるものだと思うが、お前たちのようなものを雇って金を埋める深い穴を掘るものはあるのか。とんでもない。そんなことをしたらすぐ世間の噂になってしまいます。それから金を埋めるのは亀などに入れるのが本当だろうと思う。玉井屋の土蔵の下から出た小判は確かにバラバラになっていたのか。それは間違いございません。私がこの目で見たんですから。穴を掘ってから誰か投げ込んだのではないか。私もそんなことではないかと思っております。確かなことはわかりませんが。もう一つ、暗くなって穴を塞ぐとき、上へ重い石などを乗せたのは誰の思いつきだ。若旦那様でございました。明日また続けて掘るなら無駄だと思いましたが、あの石がすぐ落ちるようになっていたのか。私も危ないと思いましたが、穴の上から若旦那がいちいち指図をなすって、材木はそこ、石はそことおっしゃいました。その石のうち一つだけすぐ落ちそうになっていたのか。そんなことはありません。40、50貫の石を押し落とすのは容易のことじゃございません。もっとも石の乗っている材木を持ち上げると、石はわけもなく下へ落ちます。非力なものでもそれはできるのか。どういたしまして。わけもなくと申しても、あの材木の端を持ち上げることは、40、50貫の石の半分としても20貫以上の重さがあります。それでよくわかったよ。さあ源太、もう一度玉井屋へ行くのだ。よし、今度こそ。3人が30軒掘りの玉井屋に戻った時は、もう日が暮れておりました。若旦那の伊三郎を呼んで、池田大輔はたった2人、奥の部屋に通してもらい、わずかに残る夕明かりの中に相対しました。源太と仙太郎は店に残ってしばらく様子を見ております。伊三郎。はい。伊三郎はわなわな震えておりましたが、大して悪びれた様子もありません。大抵私には分かったつもりだ。占い者の雲入流斎に言い含めて、土台の下を一畳も掘らせ、穴の中に小判を撒いた上、穴の口に材木を並べ、それを枕にして大谷石を4つも積んだのはみんなお前の細工だろう。池田大輔はズバリと言い切るのです。恐れ切りました。でも石を穴の中へ落として歌吉を殺したのは私ではございません。若旦那の伊三郎は観念の首を垂れるのでしたが、下手人は私でないという弁解は通るでしょうか。お前にはあの大きな石を動かせそうもないし、穴の中にいる歌吉に知られないように材木を持ち上げて石を落とす力もない。その通りでございました。せっかくの仕掛けもいざとなると、私のひ弱い腕では一寸も動かせなかったのでございます。妹が手伝ったのではないか。とんでもない。妹のおくみは人殺しの手伝いをするようなそんな娘じゃございません。私の企みを見破って私の仕事を思い止まらせようと裸足で穴の端までやってきました。お前の言うのは本当だろう。女の足跡はあまりに浅くて重いものを持った様子はなかった。私は妹に引っ張られてそのまま家の中へ入りました。穴の中では歌吉があの底に小判がザクザクあるものと思い込んだらしく、一生懸命桑で土を掘っておりました。若旦那伊三郎はこう白状して安心しきったようにほっとため息をつくのです。どうしてお前はそんなに宇田吉が憎かったのだ。いわば召使いじゃないか。気に入らなかったら追い出すということもできるはずなのに、殺そうと思い立ったのは容疑のことではない。池田大輔は最後の、そして重大な問いを投げかけました。あの男は親の敵でございます。何？心の臓の病気で寝ている父に鳥かぶとの根を煎じて飲ませたのは歌吉に相違ありません。あ、証拠というものは一つもございません。ただ中橋の摂斎先生がこれは鳥かぶとのような猛毒のあるものを煎じて飲んだ様子だと申しましたが、その上親父が死んだ後で調べてみると、この界隈一番と言われた武元社の玉井屋は借金だらけで一文の金もなかったのです。そして番頭の歌吉は自分名前の土地と家をうんと持っておりました。そればかりでなく、玉井屋の貸金はみんな番頭の歌吉の名になっており、番頭がこの家から出て行くと玉井屋は明日にも没落して、私と妹は餓死するほかはありません。父親が死んで1月や2月でこんなことがあってよいものでしょうか。伊三郎の声は悲憤の涙に途切れるのです。で、しばらくその劇場の収まるのを待って池田大輔は促しました。あまりの悔しさに私は父親が達者な頃、人知れず隠しておいた金が何千両かあると私に話したが、急に死んだためその隠し場所を遺言してくれなかった。どこか地の下に埋めてあるに違いないと申して歌吉の気を引いてやりました。すると欲の深い歌吉はそれを真に受けて占い者などを呼んできました。その占い者はでたらめな男で私に吹き込まれた通りのことをペラペラとしゃべりました。そこであの石を落とした下手人は誰だと思う？伊三郎の言葉の終わるのを待って池田大輔は尋ねました。夕明かりがすっかり消えて二人の顔もおぼつかなくなりますが、誰も明かりを持ってくるものもありません。さあ、私には全く見当もつきませんが、いや、私には分かったつもりだ。お前と妹のことを腹の底から心配している男が、お前と妹の後から行って、穴の中の浅ましい様子を見た上、自分の手で材木を持ち上げて番頭を殺したのだ。力の強い、年の若い。池田大輔の言葉は次第に下手人の姿を描いてゆきます。兄さん、明かりを持ってまいりましたよ。障子を開けて暗丼を持って妹のおくみが入ってきました。こんな空気の中にも、なんとなく明るさをまき散らすような、小柄ではあるが可愛い娘です。ああ、そこへ置いていってくれ。それから雄太郎どんがこんな手紙を兄さんにあげてくれって。手に取ってみると帳場の帳面を引き切ったらしい紙に取り乱した文字が3行。石を落としたのは私だ。誰の知ったことでもない。ではお達者で、私は姿を隠します。雄太郎。こう書いてあるではありませんか。まあ、雄太郎さん。おくみは飛び上がりましたが、外は真っ暗。もうどこへ行ったか雄太郎の影もありません。歌吉の飛脚が知れて、後家の乙女の手から玉井屋の心証が大部分伊三郎おくみ兄弟の手に帰ったのは、それから半年もの後のことです。野村古道作池田大輔捕物全集第7巻より埋蔵金読み切り。